者反対者などを厳しく取り締まること、独裁政党などで方針に反するものを排除することとあります。ですから必ずしもこう殺害する、命を奪うという意味ではないですね、もともとはね。つまり今までの立場ではいられなくなる、これが粛清ということになるんですが、独裁国家において粛清と言いますと、まあ、限りなく死に近くなるということですね。さあ、ではこの粛清こそ独裁国家を作り出すことになった強力な手段だったということです。朝鮮戦争休戦後、キム・イルソン氏は絶対的な立場を守るため、都合の悪い人物や派閥を粛清し、次々と排除、独裁体制を作り上げました。この地位がジョンイル氏に接収されると、独裁体制を守る、食糧難の責任を取らせる名目で、2万5000人規模の大粛清が行われたのです。で、この時、その指揮を取っていたのが、このチャン・ソン氏ですね。去年、キム・ジョンウン大主義によって処刑された人ですよね。そしてまたその親族や関係者の粛清が続いていると言われていますでしょ。つまりこのチャン・ソンという人は、お父さんの忠実な部下としていろんなことをやってきたわけです。息子の立場で言うと目障りだったとなるわけですよね。でもお父さんから接収しているのに、お父さんの親友たちをどんどん排除していくみたいな、日本だとあまり考えられないですよね。いや、いや日本でも、では例えばあの企業でいうとね、それまで企業を作ってきた社長が引退をする、息子が社長になったりするでしょ。そうするとその経理にお父さんと一緒に働いてきた人がいっぱいいるでしょ。そうすると最近の息子はとかいろいろ言われるようになったらどう思います？邪魔だと思う。でしょ？だ。引退してもらうわけです。粛清することによって。